カタールの地図カタールカタールはアラビア半島東部にあるペルシャ湾に囲まれた半島国でサウジアラビアと接し近隣の巨大な油田を要する要所に位置しているカタールの面積は11,437平方キロメートルでアラビア半島から北のペルシャ湾に160キロメートルほどを突き出した半島国である東西の広がりは 約5 5キロメートルから9 0キロメートルで平坦な岩石からなる国である。沿岸の沿田や西海岸沿いにあり地下には、ドゥハーン油田のある高い石灰岩構造、地元の英語話者には内海として知られているペルシャ湾南東のイリエハールアルウデイドに囲まれた大きな砂丘が特筆すべき特徴である。カタールに属する島の中でハルル島が最も重要である。 ドーハの9 0トル東に位置し、周囲の沖合で産出される石油の貯蔵施設と運搬のターミナルとなっている。ハール島とその周囲の島々は、西海岸からわずかに離れた場所に位置し、カタールとバーレーンとの間で領土争いが行われている。首都のドーハは広範囲に及ぶ浅い東海岸の中央に位置する。他には、ウンムサイードや、 アルホールやアルワクラなどの港がある。現在は、ドーハとウンムサイードだけが商業船の乗り入れが可能だが、アルホールの北部のラスラファンに、天然ガスの積み込み用の大きな港とターミナルの建設が計画されている。珊瑚礁がありまた沿岸が浅いため、航路が浚渫されていない地域では、航海が難しくなっている。 カタールは陸続きで国境を接しているのは南部のサウジアラビアのみである。これは1965年に定められたものだが確定されることはなかった。カタールの北西の海岸はバーレーンの本島から3 0トルも離れておらず、バーレーン領であるハワール諸島の小さな島々はわずか1 4キロメートルしか離れていない。首都ドーハは行政、商業、 人口の中心地であり、1993年に他の都市や開発拠点と約1 0 0 0トルもの幹線道路網で結ばれた。浜戸国際空港は主要滑走路が約4 5 0 0ルあり、どのようなタイプの航空機も着陸可能である。経営度、北緯25度30分、東経51度15分、北緯25.500度,度、東経51.250度、 25.50051.2505月から9月まで続く長い夏は猛暑と交互にやってくる乾燥と湿気が特徴であり最高気温は摂氏50度にまで上がる11月から5月までは過ごしやすい気温だが摂氏5度まで下がることもある降水はネオ平均100ミリメートルとごくわずかでありまた冬季に短期間のうちに降るまた時に 小さな峡谷や普段は乾燥している味を溢れさせるほどのひどい嵐になることがある。さらに時折激しい砂嵐が突如として半島を襲うと太陽の光は遮られ風害を引き起こし一時的に輸送などの公益事業を乱す。降水量が少ない上に地下水が限定されておりさらにそのほとんどが飲料用や灌え用には不向きなミネラルが豊富な地下水であるため、 海水の淡水化プロジェクトが始まるまで人口や国家が支援できる農業や工業の発展はその程度が限られていた。現在でも地下水から淡水は供給され続けているが大部分が海水を淡水化したものが使われている。国土の大部分が砂地や砂漠だがごく狭い地域でタマリンドやヨシそれにメイスといった高木、低木、アシが、 生育可能な植物体が存在する。この地域は、東部の海岸近い地域に大部分が広がっている。国土面積、国境線、海岸線、5 6 3トル海洋、標高の最高地点、最低地点、考え地、8 0トルありがとうございます。